国防軍構想は日本が国防軍内し自衛軍という組織を置くことにより日本に軍隊を持たせるという自民党の構想。現在の日本では日本国憲法で国際紛争解決のための戦力は保持しないと定められているため国防軍の設置は日本国憲法を改正しない限り不可能な状態であるという意見がある。現在の日本に置かれている 自衛隊は国内法に則っ,って設置された行政機関の一つとされているため軍隊に当てはまらないとされる。そのため現段階では警察と同様に国内法によりその活動内容は制限されているが国防軍という形に組織変更がされ各国と同様の軍隊となるならば国内法から自由となり国際法で禁止されている事柄以外は 自由な活動を許される。自民党の第46回衆議院議員総選挙に向けた政権公約においては、平和主義は継承しつつ、自衛権の発動を妨げないこと、国防軍を保持することを明記とされていた。自民党の第48回衆議院議員総選挙に向けた政権公約においては、憲法改正について自衛隊の明記を含む4項目を中心に、 初めての憲法改正を目指しますとされている。ありがとうございます。